皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表婚活アドバイザーの植草美幸です。日曜日のこの時間は植草美幸の恋愛結婚相談の時間がやってまいりました。この番組は全国の皆さんからいただいた、恋愛、結婚、婚活ですね、のお悩みを、はい、解決していく番組です。そしてアシスタントはおなじみの木月理恵さんです。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。植草さん、はい、いよいよ涼しくなってきましたね。そうなんです。そう、はい、今年はつかつかですね。はい、私もやっと長袖を着れるんじゃないかなと思って今日も半袖でやってまいりました。やってました、はい、ちょっとね、暑い日が続きますので、はい、お気をつけてください。植草、はい、さん、今日もはい、ありがたくお便り寄せられておりますので、はい、ご紹介いたします。どうぞ。はい、今日は32歳の男性からいただきました。はい、植草さん、木月さん、こんにちは。はい、つい先日の AK ビンゴで植草さんの存在を知り、ラジオを聞くようになりました。最近悩みがあるので聞いてください。実は私は今結婚相談所に入会しようか悩んでいます。はい、都内の会社に勤めており、土日祝日休みで就業をしています。30歳を過ぎてから少しずつ結婚したいと思うようになりましたが、出会いもなく結婚相談所を調べたところ、とても良心的な感じがして登録を考えています。ですが、私には不利な点が一つあります。私はアイドルが好きで、趣味でコンサートなどの時は地方にまで遠征に行っています。世間の目を考えるとあまり大きな声で言えることではないのは重々わかっているのですが、結婚相談所でもそれは結婚できないほどのデメリットになるんでしょうか。ご意見をお聞かせくださいという32歳の男性からです。はい、はい、AK ビンゴね、見ていただいて、はい、そうだね、はい、なんだかね、あの番組深夜だったんですよね、はい、で深夜で3週連続出たので、覚えてくださった方がちらほらといらしてですね、はい、実際に相談所にたくさんの方がご相談に見えてます。あ、もうご入会されている方もいらっしゃいますよ。で、やっぱり AKB のファンの方が多いですよね。あ、当然ながら ね、はい、だからもしかしたらこの方はアイドルっていうのは AKB のファンだって思ったんですけどそうでしょうね、はいはいはい、でまず質問なんですけれども、はい、世間の目を考えるとっていうことがありますが、はい、別にデメリットにはならないです。そうですか。全然、はい、ただ見せ方の問題で、結婚相談所がいいところ、良心的なところっていう気持ちになってらっしゃるみたいなんですけど、プロフィールっていうのをアップしますね。写真とか、はいはい、ご自身の経歴とか。そうです。そうです。はい、でその最近の相談所っていうのはその紙でね、この方どうですかっていうようなこじんまりした感じではなくてですね、どんなに小さなところに入られても連名っていうのに入っている相談所が多くって、その連名のに入っている加盟店が全部見れるようなシステムを使うんですね。でそこにはプロフィールを書きますので、そこでアイドルの趣味がアイドル遠征まで行ってますって書かなきゃいけないんです。でもですよ、うん、それはね、この32歳の方からしたら、うん、こう言わないとっていう風にね、はい、だからプロフィールでは書かない。でお見合いの時に趣味はっていう話になったら、何々っていうアイドルのファンなんですけど止まりにすればいいんですよ。そこ遠征に行くだの何を見てカニを見てって言ったらもうその話になっちゃいますよね。お好きだからね、そう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 、夢中になっていっちゃうと、はい、1時間のお見合いの間の半分以上をそれで締めちゃうと、はい、ちょっとね、危ない人っていうふうに思われちゃう。だから見せ方の問題とタイミングです。おっしゃるタイミング、まあ、そうです。女性の、まあ、アイドルがお好きな方々もね、中にはたくさんいらっしゃると思うんですよね。逆もありますからね。女性がジャニーズ大好きで遠征行ってるっていうのもあるから、それは、うん、具体的にじゃお会いしました、まあはい、お互いマッチングしましたっていう時にどのタイミングでどういうふうに言うのが、要はこう嘘なく惹かれなく、嘘なくね、お見合いの時に、この年でなんなんですけど実はアイドルが好きでたまに見に行ってるんですって。たまに見に行ってます。たまに見に行ってます。でそこはもう触れない。触れたら最後その話で終わっちゃいますから。もし、うん、そのお相手がね具体的なことを聞いてくるとするじゃないですか、うん、話を誰が好きなんですかとか、
ごまかすグループなんですよ、うん、それで何々さんはって思っておきます。ご主人はそうです。もうこれね、アンドユー法則って言うんですけど、私は各テレビでその会話のね、婚活の会話についてテクニックを教えてくださいっていう、こう番組なんかありますよね。その時に解説するときは必ず言ってます。何か質問されたらちょこっと答えて、そしてあなたはどうですかって持ってくる。はい。で、相手に喋ってもらう。だから自分のことをそこまで そう言わなくていいでしょ。でも例えばこの32歳の方、はい、まあ、お互いが気に入りました、うんうん、まあ、お付き合いに行った時に、小出し、はい、最終的にはこうね、遠征まで行くっていうことを、まあ、いつか言う時が、ね、来るんだけど、はい、彼はね、一度も結婚してないでしょ。はい、一度も結婚してないんですよ、ええ、だから結婚生活がどんなものかご存知じゃないから、こういう質問なんです。はい、うん、で、AKB を好きな結婚してる人もたくさんいますから。もちろん結婚者ですね。で、そういう人たちがじゃあ結婚前から好きだったかって言ったら、そうじゃないかもしれないわけですよ。はい、結婚をしてからだんだん外に目を向けるようになってっていうこともあり得るので、そのまずは結婚をするとそれどころじゃなくなりますから、お子さんができてとなったりするといろいろお忙しいですし、ね、そうです。で、おそらくこの方はね、結婚相談所で結婚することになると思います、はあ、おそらく、はあ、そしたらまずはデートがはず、あのお見合いをしてデートが始まったりして、そんなようなことをやっていると、その AKB じゃないかもしれないけどアイドルどころではなくなるんです、実は。はい、生身の女性と目の前で会う機会が頻繁に増えるわけですよね。そしたらその方とのやり取りが早速始まります。はい、で、それもお一人だけではなくて、例えばマリー・ミーなんかだったら、その同時進行で3名まで交際するわけですから、はい、忙しい。ライブ行ってる暇ないです、ね、暇ないんです。そもそもないんです。今ご自分のプライベートの時間を全部ライブに持っていけるので、それだけその頻繁に行かれていたり遠くまで行かれるし、お金、ね、そうお金も使えるんだけれども、実際婚活っていうのをすると、お会いする方とお茶をするとかデートをするっていうところで、今まで使ってもないところにお金がかかりますから、はい、そこで随分とお金の使い方、時間の使い方、頭の使い方が変わってきます。はい、うん、だから今とはその婚活が始まった時点で、結婚の以前の問題でしょう、はい、婚活が始まった時点でその応援の仕方、アイドルの応援の仕方がちょっと違ってきますから、なかなかね、うん、やっぱお子さんできると地方まで行って遠征とかも、そう子連れで行かないじゃない。だっておんぶしてちっちゃいからね、ガラガラ持っておむつやってミルク途中でね変えたりできないでしょ。だからそれはもうね、今生きている環境生活で随分と変わってきますから、そんなに結婚後の心配はないっていうことと、それからそのデメリットっていうのは、最初のデメリットのことを言ってると思うんですよね。見た目のデメリット、だから見た目のデメリットはタイミングを測って先方にお伝えすればいいし、それから、結婚後はとにかく忙しいから、そんなには行く気にもなれないと思う、うん、疲れちゃうしね、人と一緒に来ていって、それからまあ、場合によってはね、話の分かる奥さんっているでしょ、はい、すごくおおらかとか趣味を一緒に合わせてくれるとか、話の分かる人がいろんな人がいらっしゃるので、ちょっとこう小出しにしてみて、乗ってくれれば一緒に行こうよでもいいと思うんですね。夫婦で応援しに行く、うん、交際まで行ってないのにですか。いや結婚したら結婚してる時にはやめた方がいいですよね。結婚する前だったらね、結婚する前まで、ね、一緒にライブ行かない方がいいですよね。まだまだね、結婚相談所で結婚するっていうことは、お互いにあんまり知らないうちに決めなきゃいけないんですね、はい、でそうなると結婚、どちらかというと結婚する前は割とオブラートに包んだような感じで、結婚してからいろんなところがはち切れてご披露するんですね。そこの時にちょっとずつ小出しでお話をするというと、初回だけじゃなくて、うん、しばらく小出しに、そうメンバーぐらいは言っちゃって大丈夫ですか、うん、誰が好きとかは、まあ、どうせねテレビとか見てるでしょ。そうすると盛り上がっちゃって雨の色がかかる、もうキラキラ輝いちゃうからバレますよ。今週エクサさん出るからさ、そう面白いね。そう面白いですね。それ、そういう風になっちゃうから、うん、もうね、
おそらくね、彼の場合は結婚してないからこその悩み、そう悩みなんですよね。それから婚活をしてないからこそ、婚活がどんなものかっていうことがお分かりじゃないので、今のその生活の状況とライフスタイル全く変わらない中でいろいろ物事を始めるから、なんていうの、どうしようっていう悩みだと思うね、はい、どっちにしても婚活始めたら本当に忙しいですから、メールとも LINE して、ね、デートして、私はみんなに言ってるんです、婚活をやるということは時間、お金、労力、体力、気力、うん、全部婚活に費やしてねって言ってるんです。ちなみにね、お金ってね、はい、まあ、おおよそですよ、うん、この32歳の男性の方、はい、どのくらいかかります？月々相談所によって様々ですけど、はい、まあ、マリーミーは、入会金がゼロのコースもあるんですよ。本当にリーズナブルにスタートできる。で、毎月々1万円しかかからないっていうようなコースもあるし。スポーツジム感覚。そうですよ。そうかと思うと、この植草先生が、手取り、足取り、教えてくれる。そう。ある時はお母さんのように、ある時はお姉さんのように、デートのシミュレーションとかもテレビでやってますもんね。ある時は恋人のように、ね、シミュレーションデートをする時はバトンに出したり、バトンに出したでしょ、疑似恋愛してますから。あ、その何時間かは会員さんと、そうそうそう、だってお待たせって待ち合わせするんですよ。デートのシミュレーションですね。そうそう、デートのシミュレーションだからね。で、待ち合わせして、で、服装を見たりして、今日暑いよね、寒いよねって言いながら手つないで歩いたり、腕組んで歩いたり。冬なんか知ってます？ニュース番組で出たのご存知かどうか分かりませんけど、おしくらまんじゅうしてるんですか？会員さんと、はい、年下の会員さんと腕を組んで、寒かったんです、その日。で、外苑前の並木通りのね、二人で歩くシーンがあったんだけど、もう寒いの、本当に。で、その日私、ブーツ履いたんだけど、すごいミニの、ショートパンツかなんか、若作りしちゃって。足出しちゃって。自分が足綺麗だから、足綺麗だから、調子に乗って。見せてください。そう、調子に乗ってね、出だしてて、で、すごい寒い、異様に足が寒い。これ寒くていられないと思って、レッスンしてる最中なんだけど、腕を組んで、で、その子に、おしくらまんじゅうやろうって。自分が寒いから温まろうと。で、二人で、おしくらまんじゅうって道の中でやって、押されてなくなって、ドーンってどついてるなんかしない。で、そうでしょ、はい、で、ほかほかしてきて、楽しかったねとかいうようなデートのね、シミュレーションをしたり、そうそうそう、いろんな割見だけでもいろんなコースが、うん、ありますあります。だから、そう、私にその手厚くね、はい、恋愛ごっこしたい方はどうぞ、ね、コースにお越しいただいて、はいはいはい、いろんなコースがあるっていうことで、そうです、もう自分でね、ぐいぐい行ける人、すごく積極的とか営業をやってる方とかで、マイペースで、こう自分でぐいぐいもできるし、マイペースで行きたいという方は、もうリーズナブルな事務感覚でできるコースもあるし、あとはその担当者の人と二人三脚で行きたいというと、私の弟子が担当するコースもありますので、お値段は様々です。なるほど。うん。で、この方ね、お近くだったらぜひマリーミーに来てください。9月30日に婚活セミナーがあるので、はい、南青山のマリーミーで、その時って、その要は、料金的なことも教えてくださるんですか？セミナー中は、その料金のお話をする時間はないんですけれども、資料をお渡ししますし、その後、無料でカウンセリングの、時間も設けてますので、事前にご予約いただければ、料金の説明もちゃんとしますし、簡単なお悩み、どっぷりになっちゃうとね、さすがにその状況いろいろ聞いてあげないと、恋愛相談とかね、婚活相談まではできませんけれども、料金のお話はもちろんできますので。あ、なるほど。では、9月30日の13時から、はい、婚活セミナーを行われますので、ぜひ詳しく聞いてみてください。はい、で、植草さん、たくさんメディアの方にも、はい、取り上げられて、いろいろご出演されておられるようで、はい、来たるべき9月21日、はい、アガルテレビ、はい、今年中に絶対結婚できるテレビ、21時から、はい、そうなんです、放送されます。これね、はい、実は、おとといかな、放送されてるんだけど、その時生だったんです、はい、生。そうですか。いろいろこう、そう、コメントがね、どんどんどんね、はい、来て、それに対して回答するみたいな、楽しい番組ですね。で、
MC がタンポポの川村さんなんですごく面白いです。はい、またぜひ9月21日チェックしてみてください、はい、そして10月14日同じくマリーミーの方で10時30分からメイクレッスン、はい、愛され女子になるモテメイク、そうメイクを教えてくださる、うん、そうなんですよ。なかなかね、あの大人になってからそのもう何年も何年もずっとメイクを自分でやってらっしゃると同じメイクやり続けてる方多いですよね。でそのメイクが今の年齢とマッチしてるか、肌と自分ご自分の今のね多少シミがあったり多少シワがあったりしているのにその20代の時と同じメイクでいいのっていうのもあったり、はい、それから何と言っても男性から見てこう触ってみたいなとかね、ドキドキするようなこのメイクじゃないと。なるほどなるほど。男性受けする、そう顔は変えられないけどメイクで変わるんです。変わるんです。変わります。変わります。ぜひお願いします、はい、そしてたくさんコラム書いていらっしゃいます。オールアバウトや Facebook からご覧いただけるシトラス、そして With オンラインは毎週木曜日の20時にはい、記事がアップされます。ヤフーニュースにもよく取り上げられている、ね、ということですので、ありがたいことにね、ヤフーニュースにちょいちょい上がってます。はい。そして10月から日経ウーマンの方で植草美幸のこんな婚活ありなんですと題しまして記事も載せられるということですので、はい、ぜひ皆様チェックしてみてください。はい。はい、この番組ではご意見ご感想をお待ちしております。info@792fm.com もしくは YouTube のね。コメントの方も拝見してますので、はい、ぜひぜひ寄せていただければ、ね、コメントのところに軽い相談いただいてもいいですね。上がってますよ。あ、そうですか。どこに相談したらいいですか。あ、そうですね。この長々はあそこに書けないです。ね、はい、そうですね。だからメールでいただいてるみたいなんだけど、はい、軽い相談だったらもうさっさと答えられますからね。はい、ぜひね、はい、こちらもコメントチェックしてますので、はい、ぜひお寄せください。はい、植草さん、はい、お時間ですが、今日もあっという間でしたね、はい、涼しい秋になりましたけれども、これから食欲の秋、食べ過ぎには注意してください。そして秋を楽しんでください。お相手は植草美幸でした。では、また来週この時間をお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。